ジュール・レオン・デュトル・イユドランは、フランスの探検家、地図制作者。中央アジアチベット探検中に殺害された。デュトル・イユドランは、リヨンに生まれ、船員の職に就いた。1862年から1867年にかけて、メキシコ探検に関わった。不屈戦争では、フランスとアルジェリア間の兵士の輸送に携わった。その後、 1876年まで船長として太平洋、南アメリカ、地中海、北海などを航海した。1874年にフランスと県庁の間で第二次ゴン条約が結ばれた後、フランスは県庁に五隻の軍船を送り、フランス人の指導によって県庁に海軍を建設しようとした。デュートル・イユドランは1876年に 王冠スコルピオン号の艦長に就任したものの、装備の質は悪く、現朝政府も大型船のための資金を出そうとしなかったため、翌1877年には辞職した。しかし、この間に宣教師の集めた資料を利用して、ベトナムの歴史、経済、地理の情報を収集し、また、フエトダナン湾の詳しい地図を作成した。一旦帰国した後、 1877年から1880年まで3年間をかけて再びベトナムの地図作成のための調査を行い、1881年に縮尺100万分の1のベトナム地図を出版した。その後はエジプトでウラービー革命を取材したり、ピエール・ブラザの西アフリカ探検に同行したりした。1885年にはレジ・オンドヌール勲章・シュバリエの叙勲を受けた。 1889年にデュトル・イユドランは中央アジアとチベットの探検の計画を立て公共教育省とフランス学士院に資金援助を要求した。当時の地図ではこれらの地域にはまだ空白が多かった。考古学や文物の調査のために探検には東洋言語学校のフェルナン・ウルナールが同行した。二人は マルセイユ港を1891年2月21日に出発してコンスタンティノープルから陸路を行き、7月7日にホータンに到着した。そこで探検隊を結成し、1892年6月からラダック、レイ、カシミール、カラコルム峠を訪れたが病気になり、11月にはホータンに引き返した。 翌1893年5月からラサを目指して、チベット北部の高業とした地を進み、12月にナムソまで到達したが、そこで、真の役人に遮られ、ラサに入ることはできなかった。デュトルイユドラムは諦めて北東に去り、サルウィン川、メコン川、長江の源流を探検した。青年へ向かう途中で馬を盗まれて動けなくなり、 チベット人の馬を奪って出発しようとしたが、村人に襲われて殺された。グルナールは生き延びて、青年を経由して、北京に到着した。フランス大使のオーギュスト・ジェラールはこの事件に抗議した。主犯とされた村人4人が、青年で残首され、また清は賠償金を支払った。1897年から翌年にかけて、グルナールによって、探検の記録が出版された。 グルナールは、気分の写しや写本を持ち帰った。特に有名なのは、宝坦近辺で得たガンダーラゴ、ホックネでエミールスナールによって1898年に発表された。同じ写本の別の部分をカシュガルに駐在していた、ロシア領事、ニコライ・ペトロフスキーが入手し、セルゲイ・オルデンブルクの手に渡った。1990年代に、 新たな写本が出現するまでの100年間、ガンダーラ号北京は唯一のガンダーラ語仏教写本だった。ありがとうございます。